11月22日の NASA の観測データによりますと、北欧からロシアにかけての上空に、ほぼオゾンがないエリアがあることが確認されました。すなわち、オゾンホールの発生です。オゾンホールとは、清掃圏にあるオゾン層という大気の層のオゾン濃度が低くなる現象で、オゾンが減少した場所が、画像では、 穴が開いたように見えることから付けられたものです。オゾンは危険な UV 紫外線から人や動物を保護する保護層であり、オゾンホールが発生しているその下ではその保護層がなくなることにより、有害な太陽紫外線がより多く地上に透過するとされています。そのため、オゾンホールが増加すると地上の生物が UV 放射線により、 頻繁に暴露されやすくなるため、人を含めた動物に、皮膚癌などが増加するとされています。図1で、ヨーロッパからロシアの黒いエリアは、オゾン層のオゾンが、通常より極めて低いことがわかります。図2は、表示色が異なる、11月22日のオゾン濃度の分布ですが、こちらでは、紫色の部分が、 オゾン濃度が非常に低い状態となっている場所です。こちらを見ますと、北欧やロシアのように、極端なものではなくとも、オゾン濃度が低い場所が、割と各地にできていることがわかります。このオゾンホールは、季節的な要因によるものであろうと、ヨーロッパの報道は伝えていますが、どのくらいの期間続くかは不明です。オゾンホールは、 一般的には、南極の上空に発生するものですが、南極のオゾンホールは、近年は減少しており、2019年11月20日に、南極上空のオゾンホールが、過去最小になったことが報じられていました。ここから、南極上空のオゾンホール最小、高温が拡大抑制、気象庁、時事通信、 2019年11月20日。同庁によると、オゾンホールは、9月7日に最大1100万平方キロまで拡大。南極大陸の面積の、8割に相当し、大規模なオゾンホールが見られるようになった、90年以降で最小だった。消滅は11月10日で、90年以降最も早かった。ここまで。 南極のオゾンホールは減少していますが、今度は人が暮らしている上空にオゾンホールが発生し始めているようです。